シメブルサリコは、クロアチアザダル出身のサッカー選手。アトレティコマドリード所属。ポジションは DF。クロアチアの NK ザダルのユースチームでキャリアをスタートさせ、2006年にクロアチアのディナモザグレブのユースチームに移籍する。2009年にトップチームに昇格するとすぐに、ロコモティバザグレブにレンタル移籍した。2013年7月12日。 ジェノア CFC に移籍。2014年7月22日、サスオーロに移籍。2016年7月5日、アトレティコ・マドリードへ移籍。9月17日のスポルティング基本戦にてら、リーガデビューを果たしたが、右サイドバックのファンフランからポジションを奪うことが、できずバックアッパーとなり、リーグ戦では、デビュー以降2016年12月17日の、 ラスパルマス戦まで出場機会が訪れなかった。しかし1月にフワンフランが不勝離脱すると代役をこなし14試合を出場した。翌2017から18シーズンには再びフワンフランの後陣を許し対談が噂されたが、12月にフワンフランが不勝離脱すると出場機会を増やし、2018年2月6日に契約を2022年まで延長した。 4月26日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグのアーセナル FC 戦では、大会史上最速の開始75秒で、イエローカードをもらい、さらにこれも、また最速記録の9分9秒で、レッドカードを受けた。2018年7月31日、アトレティコ・マドリードは、ブルサリコが、インテルナツヨナール・ミラノに、レンタル移籍することを発表した。8月1日、 インテルナチオナーレミラノは、ブルサリコを1年間の期限付きで獲得したことを発表した。右サイドバックのレギュラーとして期待されて加入したシーズンだったが、怪我の影響で13試合の出場にとどまり、2月には、左膝の手術を受けるため今季絶望になったところで、アトレティコに返却された。2020年8月9日、チャンピオンズリーグのリスボン遠征に向けて、 UEFA プロトコルに基づきクラブで PCR 検査を受けた結果、アンヘルコレアと共に新型コロナウイルス陽性が発覚。症状はなく、回復したと診断されたが、準々決勝に参加できなかった。2018ワールドカップクロアチア代表として各年代でプレーし、2012年に UEFA、ユーロ2012にも出場した。2018年5月、 2018FIFA ワールドカップを戦うクロアチア代表に選出された。大会ではアイスランド戦を除く計6試合にフル出場し、チームの大会準優勝に貢献した。ありがとうございます。